ルキ、もうどこに行ってたの？そうだね、ルキ。こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよね。本当にお帰りなさい。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方はとても、ごめんごめん、長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人。
さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうした？驚かないでね、おばさま。ほら、まさか、あんたは。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと。そんな時だ、あの方が私らを魔物から守りな。今じゃこの村はさ、それになんと、あので、あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。まあすぐにとは言わない。デルカダール王のテントは